今日は12月の14日、小さな自然2011年の最後の活動日、収穫フェスト、お餅つきをしてます。ようやく紅葉もなんとか、この青空に映えて、見れるようになってきました。二の田は水を張ってます。ちょっとコナラがね、遠慮がちな紅葉ですね。下の風とかこの実がしっかり紅葉しました。上川池の岸辺のもみじ、この実綺麗ですね。風も綺麗です。はい、お餅つき、今昼の休憩で、午後からまた、お餅つきが始まります。毎年同じような道具を使ってます。右端はナショナル製の、今からそろそろ40年前になるかのなるかもしれない餅つきです。最近の餅つき、これは、タイガー製ですが、他社製ですが、だいぶ形が違いますね。はい、餅切り機、餅取り粉、きな粉、順番にここで並べてたこ焼き餅、これを見える晩秋、もう初冬と言ってもいい時期の小さな自然の様子です。いい天気です、今日は。小の池の水面、岸で、こちらの音がサクサクしてますね。あ、そうそう、船の木、どうなってるでしょう。あ、もうすっかり葉を落としてますね、クナは。隣がクヌギ、今は綺麗です。こんな小さな自然の紅葉でも見頃っていうのがあります。